しました。幅の広い方を左に、狭い方を右にして首にかけてごらん。それから広い方を右手で掴んで、狭い方の周りにくるりと輪を作る。輪の後ろから前に広い方を通して結び目をキュッと締めるんだ。キツネは今どんな結び方だってできますし、自分で考え出した結び方もあるんです。そしていつもとても素敵にネクタイを結んでいます。ウサギの奥さんの料理上手は村中に知れ渡っていました。でも最初に料理を教えてくれたのはアナグマでした。ずっと前、アナグマはウサギに生姜パンの焼き方を教えてくれたのです。ウサギの奥さんは初めて料理を教えてもらった時のことを思い出すと、今でも焼きたての生姜パンの香りが漂ってくるようだと言いました。みんな誰にも何かしらアナグマの思い出がありました。アナグマは一人一人に別れた後でも宝物となるような知恵や工夫を残してくれたのです。みんなはそれで互いに助け合うこともできました。最後の雪が消えた頃、アナグマが残してくれたものの豊かさで、みんなの悲しみも消えていました。アナグマの話が出るたびに、誰かがいつも楽しい思い出を話すことができるようになったのです。ある暖かい春の日に、モグラはいつかカエルとかけっこをした丘に登りました。モグラはアナグマが残してくれた贈り物のお礼が言いたくなりました。ありがとうアナグマさん。モグラはなんだかそばでアナグマが聞いていてくれるような気がしました。そうですね、きっとアナグマに聞こえたに違いありませんよね。